維持しとって最低でも5ぐらいは。なんでゼロなんのこれ。おはようございます。姫川あゆみという1年 A 組の生徒、何かに困ってる、さあ困ってる生徒、1年 A 組な、はい、行くわ。1年 A 組好感度ゼロやんけ。これちょっと変だよね、バカみたいな。何がなんですか。何を踏んじゃないんですよ。あんたなんかどうでもいいんだよ。よくないです。やる気はありますよ。できることなら天候だって面白くないんですよ。何があかんのかな、わからんな。昨日ほんであなたたちいなかったじゃないですか。何を私はあんたに用なんてないわ。俺はあんねん。うん。いや、違うで。意外に大変やで。よくないですよ。うん。そうやろ、見直したやろ、俺のこと。何があかんねやろな。わからん。え、何俺の子好きとか、こういうこと。校長先生聞いてください。2年生かっこいい先輩いるんですけど、ヤンキーやろ、でも。彼女いるのかな。あ、ここで会ったのも何かないんですよね。お願い、先輩のこと調べて。その先輩、名前は。え、あ、そうか、ごめんなさい。それがわからないと調べられないんですよね。先輩の学年2年生で、名前は鮎川蓮太郎。ん ?2 年。はい。調べてくるわ。はい。うん、鮎川蓮太郎くんな。鮎川くん。2年の教室行っても俺嫌われるだけやんな、ね。あ、真面目な子、ちょっと増えてるやん。おっす。もっと自分自身を伸ばすために僕はこの学校に入った。ここでは伸ばしようがあります、ね。そんなことないですよ。僕もまだ頑張らないよ。できるよ。あ、わかった。こうやって増やしていくんか。でも、今までこんなやつおった。この回、あ、真面目そうな子多いよ。多いよ。学校が辛いです。負けるな。よし。お、好感度上がった。あ、なんでこんな学校にそんなこと言うなよ。そんなこと言うな。もうみんなでやる気出してやっていこうぜ。結構大変なゲームやな、これ。なんとかしようよ。君も協力してよ。あ、よくはこいたろくん探さな感じだ。この子やろ。何ですか、校長先生。君がこいたろくん。え、何言ってんの。僕はこいたろくんじゃない。こいたろだったらみんなと体育館遊びに行った。お腹が痛い。おう、へえ。こいたろくん体育館行ったんか。なんでやねん。めっちゃ嫌われてますよ。上の階結構まだまともだと残ってんねんな。はい、まあ、行くか。やっぱみんなと喋らなあかんな。ちょっとズボラ恋とったな。上の階も行くか。体育館行く前に。こんな学校、じゃあ勉強する気力もそういう風に言うなよ。待て。ダメですよ。はい。うん、先生も元気出してね。ほんまにな、ありがとう。英語もおるやん。うん。失うのは一瞬ですね。ほんまやねん。なんでやろな。そんなこと言うな。聞くよ、話。待て。あ、もう忘れたじゃないですか。単語覚えてなかったよね、君。おはようございます。これどうした、情緒不安定かも。塾の2倍は疲れますよ。あ、まあ、そうな。この子はちょっと難しそうやな。学び屋ですよね。そうやな。何が面白くないか言ってもらわないと。なんで友達の学校ビデオで見た。 YouTube か。学校どうしたの。君のためですよ。そうやな。もっと良くせなあかんな。入ろうか。よっしゃ。私、クラス担任の先生と性格合いますが、なんとかなりませんか。いいでしょう。よっしゃ。やったろか。
これ3年 A 組やな。3年 A 組な、上やから来づらいねんな。うん、なってないな。うち来やもんな。体育教師とかおらんの。もうええんちゃう。はい。うん。だよ、こっち見てんじゃねえよ。じゃねえよ。うん。だよ、こっち見てんじゃねえよ。なんだ、その態度は、お前。あかんぞ。始まった。ジュース買ったようなやつ。ええやん。ちょろちょろしとったって。そんなことより真面目にやれよ。あかんわ、こいつはもう無理や。もう腐ったみかんや。ボロかついてんな。まあ、こうしたの俺やからな。ただやっぱりなんか小太郎くんいう子探さないかんな。はぁ、なんかいつもな、京都もよからぬこと考えてそうやったしな。このままでは非常に良くないな。買ったんかよ。はい、何か先輩は私と話してる。こう、挑戦者邪魔しないで。ん？いや、用事あんねん。いや、用事あんねん。お前、ちょっと話終われ、まず。マジかよ。あー、あかんわ。もう、7が邪魔してる。はい。指導室みたいなとこあったな。あれ、どこにあんねやろ。よくないよ。お前とか言うな。そんなこと言うなよ。頑張れよって言ってくれたわ。男の子の方がまあわりかし素直やな、やっぱり。壊してえな、何をや。何をや。何やこいつ。もう一回ちょっと、まあやな、もう。失敗した。ちょっと保健室行って休もう。心治療してもらえ、お前。ちゃうな、多分。もうとりあえず寝るわ。うん。オッケー。うん。まあ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 、これで、なんとか。指導室っていうところに行きたいんだけどね。マップみたいなんて見られへんのかな。これ保健室やん。で、これトイレやん。これか？これ1年 B 組やん。とりあえず1年 A 組戻ってあいつに報告せなあかんの。いろいろ話してきたで。うん。どうでした校長先生。友達の評判がいい。どっちやろなぁ。こういう方がいるみたい。そう、学びピンチ。しかしまだ諦めません。このキュートな涙が踏み出せない。もう燃えてきた。よかったな。校長先生協力してくれます。はい、いいよ。ドタイルになる。どうしたらいいの？ドタバタしてたら先答えちゃうし。よし、決めた。明日先輩告白する。場所は指導室。めんどくさ。指導するように先輩さんしっかりお願いね。なんで私がこんなパシリみたいなことさせられてるんでしょうか。ほんまに。なんでこんなパシリみたいなことしてんの俺。校長先生ですよ。
たあの子喋ってるからもうあかんとか言われんじゃん。指導室ってどこやの、ほんで。指導室マジで俺絶対いいと思うね。誰か入るね。こいたろくんおるかな、まだ。おるなぁ、おっしゃ。え、何やったっけ、何したっけ。めっちゃ失敗したかも。パッと押してもうた。指導室じゃないのあった。うわ、なんか校長室チラ見であったような気する。前は指導室も忘れてたよ。とりあえず、指導室ってどこやろ？これか？ちゃうな。これ校長室やん、職員室やん。これかな？違うな。用務室やんな。こっちのどっかに作ってるな、絶対。ちょっと見よう。ちょっと指導室探させてくださいね。これか？あ、これや。はい。入ろ。どうやったらいいのこれ。生徒指導やな。あ、こうやんのか。なるほど。OK。基本熱心にやったら、一人構成してるやん。OK、OK。ああ、むずいな。もう校長体力ないやん。とりあえず、セーブして終わろうかな。恋は実りますかな。とりあえずゴミ交換して交換度上げとうか。おっさん、交換してくれ。よっしゃ。はい。はい。じゃあ今回はセーブして終わりますね、一応。え？もう、あげた、そばからやん。とりあえずセーブして終わりますわ。はい。じゃあゲームのセーブで。じゃあ、それではですね、今日の実況の方を終わりたいと思います、ご視聴いただきどうもありがとうございました。次回またどうぞよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。